こんにちは、速稼塾の久保です。今日は私のね、家のストックヤードからお届けしています。何をストックしているのかというと、見てください、私の背よりも高い位置にこの段ボールが積み上がってますね。下から上に舐めてみますよ。この下の位置からぐーっと上の方へね。まだこの部屋にはストックできるスペースが十分ありますんで、これからね、どんどんこの箱が入ってくる。今日は第1弾なんですけども、この第1弾だけでも結構なもんですね。これね実はね、マスクなんですよ。値崩れしたマスクが、この今年の3月あたりからいろいろとお話をしていくとね、もうただでいいんで送料だけ払ってくれっていう話から、送料もつけるから引き取ってくれってとこまで来て、まあすごい量来たんですけどね。よいしょ。このね、箱の中にこういう小さい箱が山ほど入ってて、で、こういうのがあるんですね。これで、これ開けていきますよ。開けていくと、皆さんが小売店で見るようなこのマスクの形が現れてきます。暗いですね、失礼しました。ほら、こんな感じですね。50個入りのを、これを小売店で今だったらサンキュッパーとか、何でしょう、500円とかで買えるわけですよ。 いくらか分かりませんけども、これがもう困ってね、たくさんあるそうなんで、今ね、こういった飽和してる時期にストックしておくんですよ。もう今投げ売りになってますから、もうだいぶ前から投げ売りですけどもね。だからこういう風にいらねえいらねえって時にくださいくださいってやっておいて、くださいくださいっていう時にどうぞどうぞってやる、この繰り返しですね。まあ、転売でセンスをつけた私から言わせれば、こういうふうに品余りの時に手に入れといて、品薄の時に、まあ、皆さんに提供するっていうのはそんな難しいことじゃないですね。しかもこれ売上とか気にしなくていいんで、ただあげるだけなんでね。今年も4月の末あたりまでマスクが足りなかったんで、だいぶ配らせてもらいましたけども、まあ、その教訓をね、今この市場でマスク余りの時にしっかりとストックしておこうかなって形です。まあ、ですので、また物が足りなくなってきたらね、放出しますんで、ご期待ください。でもこれ私が持ってるからといって安心してね、いざとなったら久保さんに頼めばいいやじゃなくて、皆さんもこうしてくださいよってことなんですよ。ただスペースこんなに取りますからね、こんなに取るんで、部屋数が少ない人はちょっとね、向かないと思いますから、この小箱をいくつか持っておけばいいんじゃないかなってところです。箱を開けるとさらにかさばらないんで、こういう状態で、まあ、どっかにね、敷き詰めとけばいいんじゃないですか。アベノマスクよりはいいんじゃないですか、これ。優秀ですよ。まあ、メイドインジャパンではないですけどもね。でも、日本人の方に配慮して、日本輸出用でできてます。はい、ということですね。今ね、マスク、いくらでも手に入る状態ですんで、こういう時に持っておきましょう。品余りの時にゲットしておくというね。いつも私はそのパターンでございます。人が困った時にあげますあげますでね、行くというね、ことでございます。では、以上です。